モルドビン人は、モルドバ人ともいい、主として、ロシア領内のモルドビア共和国に居住する、ボルガフィン系民族。コミニン、ウドムルト人、マリ人とは親近関係にある。人種はコーカソイドに属するが、モンゴロイドの遺伝子である、ハプログループ N を中頻度で持っている。人口はおよそ120万人で、およそ4分の1前後が、モルドビア共和国に居住し、 モルドビアの人口の3分の1程度を占める。本来は、フィンウゴルゴ派のモルドビン諸語に属す互いに異なった言語である、エルジャ語と黙射語の話し手であり、エルジャ人と黙射人という二つの集団に分かれている。ただし、モルドビン諸語の和者人口は90万人程度で、少なからの人々がロシア語しか使用しなくなっている。6世紀の歴史家によって、 東語都人に征服された民族の一つとして記録されたのが資料上の所見。古くはルーシのスラブ人たちと戦った記録があり、後にモンゴル帝国に征服された。ロシア帝国の参加に入ってからは、政教が広まるが、言語と民族性を維持し続け、ソビエト連邦下でモルドビア自治共和国を建てた。ありがとうございます。